かつての恋人と映画を作ろうとしている。東京彼女7月号、切ってつなげる。私は今日、かつてセックスしていた男と、お久しぶりです。お久しぶりです。映画を作ろうとしている。私は映画編集者。撮影現場で撮られたバラバラの映像素材を一本の映画につなげるのが仕事だ。例えばこれが映画のワンシーンだとして、引きを入れるか顔によるか、画面を見せるか見せずに想像させるか、手元のクローズアップを入れるか、意味ありげな小物を入れるか、実景を入れて省略するかと、見せ方には無数の選択肢がある。感じですね。うん。どうですか？逆にどうですか？正直ラストの忍さんの芝居がちょっときついかなって。あ、すいません。あんまこんなこと言わない方がいいです。あれ？どうした？ピアスあった。だって奥さんだから。大丈夫そうですか？まあ、ちょっと私白目向いてる。本当だ、あ、すいません。私そんなに白目向いてる？何の時に。というわけで私は元彼が奥さんと暮らす一軒家で低予算ホラー映画を編集している。自分でも何なんだこの状況はとは思っている。じゃあ撮影行ってきます。うん、頑張って。はい。ジャンプカットしますか？え？いや、夏美のセリフ。あ、はい。これ他のカットも撮ってましたよね。あれブスだから使わないでください。人。一旦これで。じゃあ頭から。はい、流します。はい。私が山形監督春尾くんと出会ったのは6年前。彼の商業デビューとなった恋愛映画の試写会が終わり、流れでついていった打ち上げ会場でのことだった。すいません、火借りてもいいですか？
いいんですか？え？あ、中でも吸えますけど。微妙に言いづらいっていうか、本当に伝わってんのかなって。初めて人に見てもらう時ってそうなりますよね。持田です。あ、予告作りました。え、あ、持田さん。はい。いやいやいや、会いたかったんすよ。え、なんで扉が閉まるかって入れてくれたんすか？あ、だってこの映画って悪魔の生贄ですよね。え、そう、え、そうなんすよ。なんか恋愛映画の皮をかぶったホラー映画って撮られたんですけど、うんうんうん、え、ちょっと中で話しません？急にテンション高いっすね。はい。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。ジャンプカットするんで。え？いや、こういう記憶はここでアウトでやって、コマンド X だから大丈夫です。この時は彼と1年後付き合うことになるなんて思っても見なかった。アイコスにしたんですね。うん、絶対しないって言ってたのに。え、そんなこと言ってましたっけ？ああ、そんなそんな。え、大丈夫ですよ。あ、でもありがとうございます。敬語やめません？やめましょうか。はい。いいよ、吸って。タバコ。うん、でも匂い残っちゃうよ。大丈夫、今日しのぶ帰ってこないから。え？なんか撮影をしたみたいで。あ、電車。ああ、今走れば。俺ももらっていい？うん。これはできることならカットしたい。ある夜の物語。いつの間にか恋に落ちていた。抱きしめてしまえば、あなたのそこ。この胸の高鳴りまで私は覚えてる。観客に爆弾の存在を事前に知らせておけば、この何でもない時間もサスペンスになる。